マイヤー・プリンスタイン・マイヤー・プリンスタイン・プリンス・チン、1878年12月22日から1925年3月10日は、アメリカ合衆国の男子陸上競技選手。総幅飛びの元世界記録保持者で、1900年パリオリンピックと1904年セントルイスオリンピックで3つの金メダルと1つの銀メダルを獲得した選手である。ドイツ帝国。 シュテッティンで父ヤコブと母ユリアの間に9人兄弟の3番目の子として生まれる。1883年にアメリカに移民しニューヨークに住んでいたがすぐにニューヨーク州のシラキュースに移りそこで育った。プリンスタインはシラキュース大学に入学し法律を学びまた陸上部の首相としても活躍した。プリンスタインは 1898年6月11日にニューヨークにおいて開かれた競技会で総幅飛びで7.235メートルの世界新記録を樹立。この記録はすぐにアイルランドのウィリアム・ニューバーンによって破られる。翌年、ニューバーンの記録をアルビン・クレンツレーンが破るが1900年にプリンスタインは フィラデルフィアで7.50メートルの記録を出し、世界記録を脱回する。この記録は4ヶ月後に、アイルランドのピーター・オコナーによって破られた。1900年のパリオリンピックの総幅飛びで、プリンスタインは銀メダルを獲得する。金メダルを獲得したのはクレンツレーンであった。これには理由があった。決勝は日曜日に行われることとなっていた。 シラキュース大学からは、キリスト教の安息日である日曜日に決勝を戦うことが許可されていなかった。プリンスタインは、ユダヤ教徒にもかかわらず出場しなかった。一方、クレンツレーンは、キリスト教徒でありながら出場し、金メダルを獲得した。プリンスタインは激怒し、クレンツレーンの顔を殴ったという。翌日、プリンスタインは三段飛べに出場し、 前回チャンピオンのジェームズ・コノリーを下し、金メダルを獲得している。4年後のセントルイスオリンピックでは同じ日に実施された、総幅跳びと三段跳べの両種目で、金メダルを獲得。オリンピックでこの両種目を制した、唯一の選手である。彼は60メートルと400メートルにも出場し、いずれも5位という結果を残している。1906年の中間年に実施された。 アテネ大会で、彼は、総幅飛びで、当時の世界記録保持者であったオコナーを下し、再び金メダルを獲得した。この大会の審判は、アメリカチームの監督一人で行っていた。これに対し、オコナーは、抗議したが却下される。オコナーは競技の真中抗議し続けていた。選手の記録は、競技が終わるまで発表されなかった。発表された時、 プリンスタインは勝利していた。プリンスタインは1906年以降のオリンピックには出場しなかった。ニューヨークで弁護士を開業、その後実業家となった。ありがとうございます。